おはようございますよ。フォルテです。シャキーン。本日は本当にあった怖いピアノの先生体験談というわけで、今までいろんな先生に習ってきました。まあワンレッスンや、まあ、定期的に通う先生、そして海外の先生、まあいろんな先生に習ってきた僕で、で、やっぱね、このメンタルがまあまあ強いであろうフォルテ君でも少し怖かった。こんなことがあったなっていうね、思い出を含め、先生を紹介はしないですけども、思い出を含め話していくコーナーです。それでは早速、話していきたいなと思いまっちょ。まずはじめに、僕は3歳からピアノをやっておりました。そして初めて習った先生は、ウォルテ・マザー。そう、僕の母です。僕の母はね、まあ結構怖かったんですが、まあ今ではもうかなりね、緩くなって、まあ小学校3年生ぐらいになった時に、まあ結構ね、怖いっていうのはもう全くなくなったので、よかったんですけども、それまでの間は結構ね、怖いことがありました。まあ、この話をあんまりしすぎると、今後の家族関係にひびが入ってしまう可能性がございますので、フォルテマザーは優しかったということで、終わりたいなと思いましょう。皆様のコメントがたくさん、フォルテマザーの話が聞きたい。フォルテマザー出演しろよとか、まあ出演せんかもしれんけど声だけでも出せやとか、フォルテマザーの恐怖体験がね、もっと聞きたいという方はね、コメントでいただけたら検討させていただきたいなと思いますよ。というわけで他の先生の話をしていきたいなと思います。その先生は海外の大学を出られた方だったのですが、女性の方で関西弁も入っておりました。時々僕が習ってた先生です。小学校2年生ぐらいになると時々教えてもらうようになりました。でもその時々が僕はすごく嫌でした。まあなぜかと言いますと、どんなに怖かったのかというとね、僕小学校の時ヤンキーってやっぱ怖いなと思ってたんですよ。極戦とか見てたので。でもそういう怖さじゃないんです。小学校2年生でも感じ取る魔女のような怖さだったんですよ。例えば僕がこうやってピアノをちゃん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 って弾いとったら、メガネかけてたんですけどね、その先生。こうやって。おい！今、何の音弾いた？女の先生ですよ！こんな感じのレッスンが毎回あって、こうやって先生も、足がイライラしてきたりとか、なんかすげえ先生が怒ってるのが小学校2年生の時に分かりました。で、先生が一番怖かった理由としては、まあ、僕がこうやってピアノ弾いてたら、横から、前髪長いんで、こうやって、これはさーって、こうやって見るんですよ。メガネちょっと斜めにして。おい、今何の音弾いたんだっつんって言ってんだろみたいな感じのね、傘で怖かったです。その先生、YouTube 見ないでくださいね。この先生はでもすごい方で、まあ、きちんと教えてくれたんですけども、その先生が僕に、君はね、いい音楽をしてるから、もっと ぶち放していけみたいな。もうぶっ放していけよみたいな。全くコンクールの賞なんか気にすんねん、めちゃくちゃいい音楽してんだからみたいな感じの女性の先生でした。でね、すごくまあ僕もね定期的に習ってたんですけども、まあやっぱりね求められるものがすごいハイレベルだったんですよ。例えば小学校の時僕にはね、まあ、日本語でしかあまりわからなかったです。例えばソの音とかソのシャープとかラの音とかっていうのを全部ドイツ語で言ってたんですよ。ゲーアーアイスお前くらいみたいな、そんな感じの先生で、うわやべえ声ってて、今何の音弾いたんだって聞かれた時に、ソの音すって言ったんですよ。そしたらゲーね、うわーって怖かったっていうね、思い出を共有させていただきました。でその先生との付き合いは長いんですけども、まあ大学に入った時とか、まあ、大学卒業する時とか、まあ、結構聞いてもらったんですけども、その先生はまっ全く変わらず、いい意味で、美貌も保ったまま、そして音楽性も素晴らしく研ぎ澄まされておりました。小学校の時から結構時間が空けて高校生の時に出会った時に、うどんをおごってもらったのを覚えております。まあでもね、かなりね、その生徒熱心というか、その先生はそのすごく熱く教えてくれるんですよ。で、僕はまあそれが好きで先生についていきたかったのですが、
まあ、その先生の求められるものと違うから、ごめんって言われて、ちょっといい先生紹介するからって言って、私の時は時々来てみたいな感じになって、まあ、定期的には教えてもらえませんでしたね。でもね、いい思い出が結構あるんですよ。っていうのも、やっぱり、ピアノを弾くっていう行動、僕は、ピアノの先生を、まあ、母親とかだったので、結構やっぱピアノの先生に対してフレンドリーだったんですけども、やっぱ先生と生徒っていうね、きちんとした関係を教えてもらえたかなと思いました。今までの僕は、小学校の時の僕は結構チャランポランで、みたいな感じの少年だったんですけども、まあその先生と会う時は、すごくきちんとした格好で、ちゃんと先生にね、挨拶しに行ったのを覚えてます。先生、おはようございマッチョとか言ってなかったですよ。先生、おはようございますって言ってね、ラルフローレンの服とかをね、ピシッて着させられて、先生、今日はお願いしますって言ってね、めちゃくちゃ小学生ながら緊張してたのを覚えてます。で、その先生よりも怖いものはないと、やっぱりその、思ってて、自分の中では。どのくらい本番が練習してなくて怖いと思ったとしても、もしその先生がその会場にいた方が怖いから、どうにか乗り切らんといけんなと思って、まあ頑張ってたのを覚えています。怖いっていうか怒られるとか罵倒とかされるっていうのって、もうなんて言うんだろうね、なんかその武装した雰囲気なんですよ。こんな感じで、このメガネ、このメガネ一つだけでどれほどこれがすごく続くという。でその先生は全く時間のこととか気にせずに、もちろんねレッスン台を持って行ってここで教えてくださいってやるのですが、その時も全く時間を気にせず、居残りレッスンとかも結構あって、いや僕としては1時間でいいんですけどねと思いながら、平気で2時間3時間とかやってもらったのを覚えてます。で、もうそろそろいいんじゃないですかとか思っても、次弾ける曲はって言って、弾けない曲も弾かされるんですよ。でさらにいきなり初見で弾かされたりとか、いやこんなんやめてくださいよと思いながら手震えながら、うーって言って、いろんな意味で恐怖体験をさせていただいたのを覚えております。先生、ありがとうございました。絶対 YouTube 見ないような先生なので、多分信じて大丈夫です。この YouTube を見てる方に密告者がいないことを祈っておきます。まあ、それ以外にも、いろんな海外の先生に習いました。日本の先生っていうのは基本的に熱心な方もたくさんいるんですけども、その、怖いっていう先生がいなかったんですよ。優しいんですよ、みんな。やっぱね、その僕が今この話してた怖いって言った先生はもちろん日本の先生なんですけども、海外のその住んでた期間の方が長かったので結構海外寄りの方でした。で僕が二人目に怖いなと思った先生は、名前は出せないですけど海外の方です。ポーランドの方ですかね。何が怖かったかっていうと、フォルテフォルテフォルテなんかそのね、求められる音を出すまでずっとそこをもう一回弾かされて、しかももう一回弾いてたからなんですよ。フォルテ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 みたいな感じで、こうでね、やっぱね、こうでなんか言葉でなんとか合わせこうせって伝えるのではなく、なんかその一言ですごく訴えかけてくる先生でした。でその先生は僕の演奏が気に入らなかったら、弾いてくれるんですよ。で、その弾き出した時に、僕の顔をずっとギョって見ながら弾くんですよ。で、僕が緊張して先生の目をそらそうとした時に、また僕の目に合わせてくるんですよ。怖かったです。で、その先生は、まあ一年に一回ぐらい見てもらってたのですが、まあそのたんびに毎回恐怖でした。まあ、こんな感じで、たくさん変わった先生がいました。変わったというか、すごい熱い方ですね。で、まあ、すごいいい先生ばっか出会えたっていうのは、やっぱり、先生の先生とか、先生の先生の、なんかいい先生を紹介するよみたいな感じで、やっぱ先生にお願いしたっていうのと、やっぱ熱い方の周りに集まったっていうのがありました。で、なぜまあ、こんな先生に出会えたかっていうと、僕の母が結構やっぱり熱心だったんですよ。フォルテマザーが。音楽に対してね。で、僕をピアニストにさせるためにすごく熱心にいろんな先生とこに人脈を広げたりとか、熱心でいろんななんかセミナーとかいろんな音楽系のものに全部やってました。まあそういうのがあって、やっぱその繋がれたっていうのがあったので、まあやっぱその熱いものっていうのはすごい大事なんだなと、
最近思ったのでこの動画を撮ってみました。まあ皆さんはどの先生が合うかっていうのは人それぞれだと思うんですけども、まあ僕の中では結構やっぱり厳しめにしてくれた先生は僕とは相性が良かったです。まあ理由としてはやっぱり緊張感っていうのが常に持てたので、やっぱ優しい先生っていう方だばっかだと、やっぱね、練習サボってしまって、また同じ間違いとかをしてしまうので、同じ間違いをしては絶対ダメだなと思う先生に出会えたっていうのは僕の中ですごく、カンフル剤となって、もうエネルギーがビヨーンってなったので、まあ皆さんも時々はそういうすごい先生とか、そういうなんかその熱い先生、怖いじゃなくて熱い。僕がその、怖いって言ったのは、熱すぎて怖いんですよ。熱すぎて、おりゃ!おりゃ!って。で、僕も熱い方なんですけども、それでもついていけないぐらい熱かったので、まあ怖いという表記をさせていただきました。先生たち申し訳ございません。というわけで先生見てたらね、大きな心でまた優しくやってください。というわけで皆さんもいい先生の巡り合いっていうのはスーパー大事ということなので、皆さんも今後も一緒に頑張っていきましょう。で、僕も時々、レッスンイベントとかしてるので、まあその際にしか、基本的にレッスンはしないので、またぜひその際に、優しいフォルテ先生のレッスンも受けてみてください。というわけでバイバイ。